システムまだ見てないんですけど。誰やピアノ弾いてるやつは。いや暇なんで弾いてます。ついに買ったんか。ピアノ練習すんだ。何を今練習してんの。乃坂46のソロ曲の、うん、それがちょうどピアノで弾いて歌う曲なんですよ、うん、結構もう弾けるようになった。いやまだ途中がむずいですよ。Few moments later. 誰ピアノ弾いてんの。このや。このや。え？このやが。だって友達に GTV で働いてる人いるんです。連絡してみますね。なんとっていうことはタダで泊まれるみたいな。そんな感じ。高いホテルがいいです。高いホテル、まあ、いい感じのとこでいいんじゃない。だって高木どうせ行ってもあこんなもんかみたいな感じよ。なんかめっちゃ高くても安いとこと変わらんやんみたいなとこあるからな。普通あ静かに。ビューティフル。死んでしまえお前。え、ピアノ買ったのこのや、うん、え、どういう感じ。もう本当にガチガチのやつ。違う。電子ピアノ。そういえば高木はピアノ弾けんじゃん。いいよ。俺ピアノ弾けますよ。俺合唱祭のやつピアノ弾くかもしれないですよね。合唱祭で。え、合唱祭で。ほんとけ。いや俺でも絶対何かしらやりてえなって思ってるんですよね。指揮者かピアノ伴奏。あー、そういえば学級員になりましたよ。学級員になった。っていうことはクラスのてっぺん。あ、はい。コネがクラスのてっぺん取ったの。やば。お前何年何組。2年 D 組。2年 D 組の頭やんお前。そう、頭。でも学級委員長って何すんの。なんかクラス呼びかけてまとめていろいろするだけですよ。今の学級委員長ってなんかそんな仕事ないんかな。あれ PS 俺やんけ。なんか言えよお耳。どうせこう。あ、須田まさき来た。いや、4列原始。いや、それ4列原始だったか。いや、これ3にわか。これにわか出てた。なんか感じ怒られるからな。怒られるからな、名前間違えると。申し訳ございませんでした。やりますよ、もう。やるか。じゃあ一番最初のメンバーはドゥルルドゥル、ウララです。誰だよ、ピアノ弾いてるやつ。須田まさき。突っ込まれるの分かったのやん。猫踏んじゃった踏んで。猫踏んじゃった踏んでは、やばいやばい。猫踏んじゃった聞いたことないし。嘘、有名じゃない。猫踏んじゃった聞いたことないって言うやつ初めて聞いたわ、うん。なんかさ、チャルメラとかさ、最初弾くやん。チャルメラ。インスタントラーメンでチャルメラってあるじゃん。わかんないです。みんなそれ大体弾けるんだよ。テレレレレ、テレレレレレって。あー、わかんないです。知らんよ、これは。カルチャーショック。カルチャーショックです。カルチャーショックじゃないですよ、タモンさん。じゃあ、なんだ。それはあなたが昭和なだけです。俺たちにカルチャーショックとか言って責任を押し付けようとして、あなたが昭和なだけだよ。座ってみたらこう、こちらから。カルチャーショック。もう一度言わせていただこう。カルチャーショック。それはこちらのせいだよ。ちょっと今日 USJ のチケット予約しようかなと。やった。おーい。シエさんさ、飛行機乗るなら何空港から乗るの。いや、大分空港だろ。大分空港。いや、TS が普通にすごいよな、飛行機で来るっていうのが。そこら辺のキッズとはちょっと比べないでほしいっす。名古屋駅にね、迎えに来てもらうとか言ったらキッズいたけど。おい、誰だそれ。誰のこと言ってるそれ。マジで。もういいなぁ、めっちゃ、と思ってましたけども。いや、それ、アイドルオタク。いや、アイドルオタク。お前。見ちゃってるよ。言ってるよ、近くまで。いや、コネのお父さんなんか言ってた。いや、もう言ってないっす。経験。あー、なんかいた。おい、いるのかよ。びっくりさせやがって、ガキ。飽きたらどうすぎに飛んだ、てめえ。コネは、ほうれん草。お前なんて死ぬ目にある。死んでしまい。野球部って、マジでブスしかいないよな。いや、それ偏見。お前が言ってることが一番やばい。一番やばいよ。やばいよ。野球部めっちゃイケメンいますよ、普通。野球俺んとこ4人ぐらいいたかな、イケメン。まあ、4人の中に俺が含まれてんだけどね。かっこいいもん。気がするだけだよ。どんな感じだよ。果たしてね、学校でモテていたのかどうかはね。でもそれ、人にモテるっていうのは、どこを基準にしてモテるっていう判断で、結構基準に変わってくると思うんですよね。なるほど。たまおさん的には、まあどういうのがあると、まあ人からモテているというふうに判断するのか、ちょっとお聞かせ願いたいな。女の子とたくさんお話ができて、さらに一番の基準は告白ですよね。はい。じゃあ告白はどのくらいしてもらえたら、まあ、大体3回から5回されてれば、モテてるってことじゃないですか。まあそれはね、
どうなんすかね。どうなんですか。学生時代の記憶は消してるんで。何回か忘れたかお前学生時代だよ今が。これ結構やんちゃしてたな。お前中学生だよ。欲しいんだよ。モテてた記憶はあるが、さらかかと言われればちょっと。これから頑張っていこうみんな。そうこれから。頑張れよお前パチコキ。お前 LINE の友達何人だよ。多分60人ぐらいです。負けたんだが。負けたんだが。LINE の友達60人にしたわけがありまして、そのわけというのはですね、結構いろんな人と LINE 交換してて、ちょっと前まで110人ぐらい友達いたんですけど、非常にうざい動画投稿をもっと早いペースで上げてくれると嬉しいですみたいな同級生から送られてくるんですよ。なんか来てもらうなと思って、であんまり仲良くないやつ全員ブロックするかと思って60人ぐらいブロックして今60人。結構ブロックしたな。でもこのスキンさ、ブーバンリスペクトでやっ作ったんだけど似てない？ブーバンに。ブーバン、あーあれかポケモンの。ブーバン知らないの？ブーバン、ブーバンだっけあれ名前。進化したらブーバンになるやつ。赤いやつでしょ。タラコクすげえ似てない？いやまあ雰囲気、俺最近まで雰囲気って言うじゃないですかあれ、うん、雰囲気っつってたんですよね。雰囲気、あまあでも言う人恥ずかしい話。雰囲気ってまあ言うよ。雰囲気悪いって言う。雰囲気悪い。いやそれ中卒。まだ卒業してないっす。俺の最終学歴は小卒ですからね。みんな小卒じゃん。まだ一緒にまだ中学校卒業もらってないもんね。卒業できるんかな高木。小学校もよく卒業できたの。できるんじゃないの。それマジですんねお前。どんなマジです。びっくりしちゃった。御神様だから最終学歴中学校ということでやらせてもらってますけども。え違う。およヌメモンがさ、メイド時代にさ、なんか本当にアニメっぽい喋り方の人いた？キャラで、めちゃくちゃもう超アニメ声の子はいましたけど、うん、え、男？女だよ。お前メイドの店に女か。下で止まってるわ。足見えとる。足が見えとるよ。ロイスピだよ、ロイスピだよ、ロイスピだよ。 Hey guys, hey guys。 今日の TS の動画そうだったな。あれはなかなかいいセンスだった。バウンサー L10 個あるわ。欲しい、欲しいです。サムさん、はいよ、いただきます。いいね。どこにいる、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 どこにいる。すごい建築がいっぱいや。私建築壊しております。大工さんです。痛いよ、痛い。大丈夫かこれ。魚あるぞ。魚屋さんも受けたまっております。一点わっ、おっ、なんねー、物資でスナイパー出ない。うわー、お前は諦めろ。生命活動諦めろ、お前。諦めたらそこで試合終了です。ワンバーサーズ。ちょっと待って。いけるすごい、バーサーですごいことになってる。あれ？あ、大丈夫。PS が。ちょっと待って、箱目ね、箱目ね。やばい、箱目ね。箱目ね。何？これ、これ。箱目ねってなんで蘇生になっちゃうの、これ。多分、ボタン設定しないんじゃないか。普通に。うわー、やばい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 。よしよし。スナイパーないけど、何しればいいの？いや、なんでもいい、なんでもいいもん。お前の思うがままに。もうやっちまえ。原神っていう RPG ゲームをみんなでやってるんですけど。原神やり始めたの？あの、前に FF やってたの覚えてます？うん。4人でなんか合同ミッションみたいなやつでやってたんですけど、体験がやらなくなって、いやもうなんか、できねえな、やめるか、俺らも、みたいな感じになって。昨日原神やり始めて、もう俺16レベルまで冒険なんだ。16レベルまで行くと確かマルチができるんだっけ？そうです、マルチができる。ああ、やだ。チレゲもやってんだよな。そんなおもろいのあれ。めっちゃおもろいです。けどまあタコさんがやったら時間がなくなるっていう、本当にあの悪魔の遊びっすね。いやそうやな、マジで時間がなくなる。本当に楽しいんだけどな。やだ、いけ。当てたんだけど、こいつ使って。あれ、いない。あ、いた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 。わちわち打ってました。わー、マジか。うわい、やばいやばい、やばい。それが5年間ぐらい使ってる枕が基本できた。たな、倒します。いいよ。さあ TS 君がもう普通に動き始めたってことはもう君の生命活動終わりです。この水筒が食べたい。あれ、すげえ感動しますよ。すげえ感動するやつ。出さなよ。お、マジ泣ける。やろ、ファイアートラップやろ。ファイアートラップ、わお。どうなってるこれ。燃えてる。燃えないぞ。燃えねえな、なかなか。なんかこうしようか。はい。おお。うわ、それは上手に焼けました。それは上手に焼けてる。